ホーム三河牧原駅は愛知県新城市とヨーカー道でにある東海旅客鉄道飯田線の駅である豊橋駅と辰野駅を結ぶ JR 飯田線の途中駅の一つである新城市北東の長篠地区に位置する宝来寺鉄道によって1923年に開設されたその後国有化を経て 1987年には JR 東海へ継承されて現在に至っている。島式ホーム1面2線の地上駅である。ホーム番線は北側が1番線、南側が2番線である。駅舎は港内北側にあり、ホームとは港内踏切でつながる。無人駅であり、管理駅である、豊川駅の管理下に置かれている。 三河牧原駅を開設した宝来寺鉄道は、現在の JR 飯田線中南部にあたる大会、三河川合間を建設した施設である。この区間が建設された1923年2月に、三河牧原駅は、その途中駅として新設された。この宝来寺鉄道の鉄道路線は1943年8月に、買収。 国有化されて国有鉄道伊田線の一部となるが、それに伴ってこの駅も国有鉄道に移管された。国有化後の昭和30年代、駅の近くに採石場があり、採石の積み出し駅であった。しかし1971年12月、開業時から行っていた貨物の取扱いは廃止され、旅客専用の駅へと変わった。そのまま1987年4月の 国鉄分割民営化を迎え、JR 東海へと継承されている。飯田線運行形態も参照2011年3月改正時点で、下りは1日12本、上りは13本の列車が設定されている。種別は普通列車が主だが、上りに1本のみ快速列車がある。特急、イナロは停車しない。駅があるのは、道デーという集落である。 豊川の支流売れ側の右岸にあり、駅ができた大正時代に集落が形成された。駅の西側のトンネルを抜けた先は、牧原という集落となる。一方、駅の東側に架かる橋を渡った先の売れ川左岸は、名護市という集落である。ここを通る、国道151号を東へ進むと次の、柿平駅の対岸へとで、反対側へ進むと野戸瀬という集落へと抜ける。 愛知県民の森は、駅東側の道路を進んでいった先にある、東海旅客鉄道 CD、飯田線快速湯野屋温泉駅三河牧原駅、三河河河駅普通湯野屋温泉駅三河、牧原駅か北平駅三河河合駅。ありがとうございます。